当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。人と接する上で必ず必要なものは何か分かりますか？それはコミュニケーション能力なんです。はい。例えば新しいグループに加わることができない。はい、ありますね。初めての人に緊張しすぎてしまう。説明がうまくできない。はい。聴衆の面前でスピーチが苦手。あ、なんか怖いです。そうです。そう感じる方はとても多くいらっしゃいます。はい。コミュニケーション能力は少しのコツを覚えるだけで高めることができるんです。はい。その方法を皆さんにご紹介したいと思います。はい。では私を見てください。はい。ありがとう。先生怒ってますか？まあ言い方によっては、はい、取り方が変わりますね。なんか怒っていらっしゃると思いました。そうですね。言葉をうまく伝えることで自分の思い通りに人を動かすことができるんです。はい。しかしそれは言葉の力だけではないのです。はい。もう少し詳しく教えてください。はい。ありがとうというのは感謝の言葉ですね。そうですね。怒っていったありがとうから感謝は伝わってきません。伝わりません。嬉しくなかったです。そうです。言葉に感謝の気持ちを込めないと感情というものは伝わらないんですね。そうですね。そうです。心を込めて話した時に気持ちが伝わるのです。はい。お互いに気持ちを込めて会話をすれば理解し合えますね。はい。気持ちのキャッチボールをするんですね。そうなんです。コミュニケーションは気持ちのキャッチボールなんですね。気持ちを伝えることに意識してみてくださいね。はい。コミュニケーションが円滑になりますよ。そうですね。大口先生ありがとうございました。皆さんの質問を受け付けております。どうぞお気軽にコメントをください。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。新しいオーラルジェルができました。はい。これはどういったものですか？はい、これはですね、前回の大口博士が勧めるオーラルジェルの最新版です。はい。いつ発売されるんですか？7月1日から、まあ、改良されて発売されます。今回のハーブオーラルジェルは、前回の大内博士が勧める、オーラルジェルよりもマスティック樹脂が増量されました。はい。そのため抗菌作用や、殺菌作用、それに加えて、ピロリ菌が口の中にいるということが最近分かってきましたけども、はい、ピロリ菌に対する、効果もこれにはあります。はい。でこのハーブオーラルジェルは、医薬部外品といって、はい、効能があるということが証明されています。はい。ですから、はい、市販されています。はい。うん。お気軽に手に入れることができるわけですね。ありがたいですね。そうです。お問い合わせはこちらからどうぞ。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。